こんにちは、予告名勝人です。本日の予告名ゼミは、贈用税のご説明の補足をさせていただきたいと思います。昨日の動画におきまして、ヒカルさんが宮迫さんに対して、2500万円相当のマセラティを贈用された場合、仮に贈用した場合に、どれぐらいの贈用税がかかってしまうのか、ご説明をさせていただきました。そのコメントにおきまして、 増与ではなくて、1円で売買すれば、増与税はかからないんじゃないか、というご質問をいただきました。結論から申しますと、残念ながら、そううまくはいかず、増与税はかかってしまいます。なぜかと言いますと、税務署としては、1円で売買したから、増与税じゃないね、増与じゃないね、とは考えてくれなくて、 査定額2500万円価値あるものを1円という形であればその差額である2499万9999 999円を増与したと考えその部分に増与税がかかってくる形となりますこの点、まあ、若干の値引きまで許容されないかというと許容される部分があるとは思いますがただ 厳密に言いますと、値引けば、本来より安く売れば、その差額は増与したと見られてしまうと思います。この点、車のように査定をしてもらえて、そこが買い取ってくれるようなものであれば、それをあえて、その業者ではなく他の友人等々に売るってなれば、やはり値引いた分は増与となるかなと。これが、 車ではなくて、例えば不動産のように、業者が買い取ってくれるではなくて、仲介。他に買ってくれる顧客を探してくるっていうものであれば、実際にその顧客が見つかるまで、3ヶ月、半年、1年、待っていることはできない。今すぐお金が必要なので、2500万円相当のものでも、2300万円でしょうがない。値引くんだ。 ということであれば贈与とは見られないとは思いますがただ車のように今買い取ってもらえるのにあえて安く売るということは贈与と見られることが多いかなと思いますこのように贈与税を払うべきにもかかわらず申告をしなかった納付しなかったとなりますと無申告加算税という形で本来払うよりも多く 払う必要がありますし、これがより悪質という形になれば、重加算税ということでより一層多く払う形となる。さらに言えば、脱税という形で犯罪となってしまうリスクもありますので、くれぐれも軽い気持ちで考えられず、税理士にご相談いただくというのが、 無難かと思います。本日の予告名ゼミは以上です。